こんにちは、サンロードの花園です。本日2月3日と言いましたら節分ですよね。節分と言いましたら恵方巻きですよね。本日サンロードを各店お魚コーナー、お惣菜コーナーではですね、いろいろな恵方巻きご準備足しておりますよ。ここサンロード七店のお惣菜コーナーにおきましては、こちらチキン南蛮の太巻きをはじめといたしまして、ヒレカツの太巻きにまだまだあります。こちらエビカツの太巻きです。それにですね、牛焼肉の太巻きにサラダ巻き、その他にもまだまだありますよ。こちら7品目入りました七福巻き屋ですね。またこちらの海鮮巻きもご準備いたしております。また太巻きじゃちょっと多いなって方にはですね、中巻きもご準備いたしておりますよ。中巻きはですね、こちらツナの中巻きをはじめといたしまして、納豆にですね、その他に、ネギトロ巻きなどご準備いたしておりますよ。やっぱり太巻きじゃ嫌だっていう人にはですね、こちら、ハーフサイズもご準備いたしております。こちらのハーフサイズチキン屋ですね、また牛肉やエビやヒレカツなどのハウスサイズもご準備いたしております。それではお魚コーナーいきます。どぎゃんねん。はい、それではお魚コーナーです。お魚コーナーにおきましては、こちらサラダ巻きをはじめといたしまして、唐揚げ巻きもご準備いたしておりますよ。またヒレカツ巻きにこちらエビレタス巻き、またネギトロ巻きご準備いたしております。またお魚コーナーと言いますと、やっぱり海鮮ですよね。こちら海鮮巻きもご準備いたしておりますよ。今年2020年の恵方はですね、西南西になっております。ぜひですね、今夜は西南西を向いて無言で恵方巻きお召し上がりになられませんでしょうか。サンロード各店、各種恵方巻き数多くご準備いたしておりますけれども、こちらですね、もう本日節分なので、やっぱりお客さんですね、もう買われる方多いからですね、売り切れが予想されますので、売り切れの際はご容赦いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。またですね、こちらの動画もよろしければご覧いただければと思います。コメントもですね、お待ちいたしておりますので、もっとしとしコメントをしていただければと思います。それでは、だんだんなー。